右で行こうか、じゃあ。おおマジか16番です。狙い狙いありません。誰か交換しませんか。おはようございます、閉店くんです。 A1 グランプリ in 大阪ARROW大東店でございますね。やってまいりました。今回で12シーズン目の A1 グランプリということで、僕が4番目の最後のチャレンジャー。なんか話に聞いたところ、3人が全員負けてるというね楽勝ですね。僕勝っちゃいますねこれね。うん、いやでもね、やっぱARROWさんはこう頑張ってくれてるんだからね、その頑張ってくれてるところを俺が見せてやるよということで、朝の並びが、約150人ぐらいいたのかな、うん、で抽選がなんと16番、狙い台はありませんということで、皆さんの動きを見ながら実践の方していきたいと思います。えいえい。おはようございます。さあ行きましょう。はい、さあみんなの動きは、皆さん何人いくんですかね。パチンコもいるね。さあさあさあ、ちょっとゆっくり行こうか。パチンコいるな結構。さあ皆さん何人いくんだろう。ハーデスいるな。もうちょい様子見よう。地元のお客さんの動き見た方がいいでしょう。信頼の南国物語に行く人が多い。でバジリスク絆、まあ絆はまあ僕打たないからあれなんですけど、じゃあハーデス行こうかな。北斗も誰も行かないしな。ハーデスが一番多いな。ハーデス行こう。こんだけ座ってんだからなんかあんのかな。ハーデス行こう。どっちがいいかな。どっちにしようかな。へこみ台にしようか。こいつ行ってみたいと思います。えいえい。はい、じゃあ頑張っていきます。ユニバーサルさんのアナザーゴッドハーです。お座りパーチャース。おービビった。えい。へこみ狙い正解か。なんか情けなくなってきた自分があーもうやだー。教えてくれ。ん？おお、当たった130ゲーム。ああ、ワンちゃんだよ。はい、今日のワンコ。Whoa! 右上がり、お下段来な、おおいいね、いい子だわあわあ、なんでこういう時に中断くんのはい、やりました。ファースト、うわー、何も弾けなかったはい80ゲーム消化して341枚プラス41枚やりましたプラス中止です。うわー、何もいけねえ。PGG だなあ。 PGG のが絵的にもいいしね、なんかちょこちょこ当たるよりもドカンと。だからやっぱり激アツ演出だよね。いつも言ってるけど、引いちゃったんじゃねえのこれみたいな、ドキドキしちゃうよみたいな、ドキドキするみたいなねえ、お金払ってんだからドキドキさせてくれっていう、ドキドキを買いに来てんだから。ダメだ、今日は朝から辰吉丈一郎を検索してるようじゃダメだな。おダイヤ2連、おおダイヤ2連じゃん。何パーかもう忘れたよダイヤ3連、ああ20% ぐらいだっけ。おお黄色黄色、おお一発終わりました。217ゲーム飲まれて追加投資してすぐ早いって。今日のワンコいいね、中断全部中断中断、あー中断、うわーうわー60、終わった。今回も上乗せゼロ、60ゲーム144枚、そうか投資条件決まってるから天井は無理なんだ、当てるしかねえな。そいつは参ったな。どっちかっていうと僕のスタイルはぶっこんでくんでよろしくみたいな感じなんだよ。消えろゲ激アツ消えるのはまあ無理だから激アツがいいね。激アツチャンスそらねえの分かってんだよ。およし3連来い。うわさあ2回目ですよ。ダイヤ2連設定1で 10% 設定6で 20%。 まだ分かんない、まだわかんないよ。ダメだおいたダメだっつったらいたダイヤ2連から来ましたね。2回で当たったよ。2回目のダイヤ2連で当たりました。よっしゃーワンちゃん。おおワンちゃんじゃなかった姉さんです。うわーあの時の記憶が蘇るぜスーパー姉さんで50で終わったのいきます。おいいね今日は揃ったよ姉さんお願いしますよ。よしうわっ姉さん姉さん姉さん平均ください平均ください平均くださいだね。はい223ゲーム違うかもうちょい早いか。ダメだ姉さん恐怖症だ。もう結構ラッキーな展開だよねえ。1回目はねこうなんだろうリセットによる多分高モードスタートみたいな感じで当たりましたけど2回目はヘルゾーンで3回目はダイヤ2連からすごいラッキー。あ来たマジですか。よし行きますか。やめるなら今のうちですよマジで。僕ね4桁乗せってやったことないんでできればこの場でやりたい、うん、もう僕なんか負けたっていいんですよ。皆さんがいっぱい出してくれればお願いします。お父さんの気持ちになってよしよしよっしゃこれでもう安心。300トイレ行ってもいいんじゃないですか。まあ行かねえかまあ行かねえよな行ったら大変なことになるもん。いいね。うわっあーおおバカ400、ちょっとだけ、すいません、一応平均より多いです。平均300なんで、すいません。いやー4桁行きたかった。4桁いつも思うんすよ、本当に。大根の時はもうすんげえ飲んねえかなって。俺なんか負けてもいいから、そういう思いで打ってますよ僕は。ない代行でやらかしたことは一回もない。マジかよ。飲んでんですか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 。おいおいおい、ひどいね今日のオイラは。いけないいけない、終わっちゃったよ。はい、100ゲーム回して358回ー、累計849回転回してますね。中断機能はまだ1回も引いてない。総ゴッドゲーム数が268ゲーム、参っちゃうね。残念。絶対にいつかは PGG 引けるから、それは今日かどうか分かんないよ。ゴッドを打つのをやめてしまったら、もうその時点でPGG を引く権利を放棄してるわけだから。俺は引くよ。それが今日であってくれ。中断期間だから結構経ってるよな。うわあ、1じゃねえよ、7で来いよ。当たった。え、中断期間なんかじゃん。中断期間なんか。長え前兆だな。え、あの槍って外れんの？外れるっけあれ。外れんだ。あ、そう。ちょっと外れんだ。あ、ビビった。当たんねえのかと思ったよ。おいおいワンちゃんだよな。残念60いけねー、いけたージャウー。今日初めて乗りました。フリーズ全回転。残念残念。これはちょっとここまで4回初当たり引いてるけど、ちょっとここでハマりそうだな。それを止めるには PGG しかない。 PGG しか PGG PGG PGG引いてないよ。なんかを引いて確定した結決じゃないよ。何も引いてないよ。すなわちこれで何か引いたってことでしょ。どう見えても1にしか見えない。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。どこが激安なんだよ。こいつバカにしてる俺のこと。すっげえバカにされた気分まあ助かりましたけど、当たったのはすごい嬉しい。あのドキドキを返してくれ俺。もうそういうことですか。残念70。扉パーン。やった謎当たりか。嬉しいけどな。てかどう23本目。集団リプレイなどにやり、集団リプレイで当たったのかな。だってもう決まりですもんね。確定ですもんね。だって遅れ以外はもう第一点して7で出たら確定ですもんね。やったー。うわうわっしゃー。どうだそうか、今日はそっと叩く日だな。よっしゃよっしゃ、うえーあれ、ここどこだったっけ。アロー大東店いい店。よっしゃ、やったー。よかった、もうワンちゃん3匹でもいいよ。とりあえずもう店を作れたことがすごい嬉しい。ああでもな、せっかくだからな、この機会にアベマリアとか流したよな。もうね、1回もないんですよ、ゴッドシリーズで音楽を変えたことが。110ゲーム413枚スタート地点に立ちました。まだわかんない。お兄さんのコーヒーが効いたんだ。中身は何ですか。一つ目、お、マジであなたはスーパーワンちゃんなんですか。あなたはスーパーワンちゃん、マジで。終わった、終わった、終わった。マジで。いやもう俺もう600ぐらいいくと思ってたよ。じゃあいやがり30。あマジで1000枚はあと150枚。後乗せサクサクないの、ないかあ、ないんだ。一発目終了して、1222枚。さあ頑張ります、まだまだいけるでしょ。2つ目は何ですか。はい、おおおお、マジでういさあ夢の4桁いけるか。よし頑張るぞよろしくお願いします。止まるよ、よしうわっ、うえっ、よし、まあ500、ごめんねお兄さん、俺の時500出ちゃった。よっしゃ、1000枚、はい、3000枚、後乗せなし。500ゲームプラス100ゲームぐらいかな、乗せましたね。じゃあ3つ目、おおマジか、本当に本当かよ、すげえな。マジちょっと300くらいいってくれよ。わー、終わりそう。よし。待ってたよ。うわっもっといくかと思ったよ。いやでもよかった、230、さっきよりいった。あー、ピルピルピルがないね。上乗せない。終わりました。はい、1352ゲーム回して4075枚、3セット終わったんで、あとはまあループストックがあるかないか。なさそう。あ、いるね。よかった。うい。うい、よかった。16円。いました。おい、ワンチャン。残念、60。まあでもよかったよかった。はい、終わり。はい、さあまだあるかな。うわ、いなそう。いますな。おい、おお、え、あ、マジっすか、80パルプ。おお、さすがよく知ってますな。マジで、うわー、恐ろしい。マジか。おお、出てきちゃった。リベンジお願いします。おお、やっと揃った。行ってくれ、行ってくれ、平均いけいけいけ、いった。頼むわ。うわー、危なかった。まあでもよかった。おいおい、間違えました。おお、でかい。いや、十分でしょ。おお、マジか。80%歩く。さあ、頑張っていこう。はい、終わりました。さあ、どうだろう、もういないかな、わかんないけど。あ、そうだ、今日はソフトタッチだった。終わった。リプレイなんで、ね、最後に1回だけ。はい、ということで、まあ BGG 引いてね、ルーブンもしてくれて、まあなんたってね、BGG の内容が良かったね。超ワンチャン、ハーデス超ワンチャンで、いやー、なかなか本当はね、まあもう一回 BGG を引くことがねできれば万枚もちょっと見えてきたかなって感じだったんですけど、まあでも十分の内容です。じゃあ早速出玉の方を流したいと思います。えいえい。カチカチじゃないんであれですけど、まあ一応7箱まあ6箱ぐらいですね、やりました。今日は名古屋で豪遊だな。あ、どうもありがとうございます。えいえいえい。あ、はい、いいですよ。ちょっと待ってください。5435枚。はい、実践の方終了したんですけど、皆さんのねデータの方を見に行きたいと思います。もうね、気になるのはこちらですよ。ドドンと、なんとバジリスク絆の別組がいっぱいある。すんげえある。何台 ?1 台2台3台ぐらいかね。え、ちょっと見に行きましょうか。954、あ、これがすごいね。4箱、この台だ、すごいね。34、あ、数字を見ればいいのか、当たってる回数ね。え、この台もすごいね、すごい出てるわ。あ、こちらもそうだな多分ね。え、すごいメッサ出てるよ。まあ僕が打ってたね、ミリオンゴッドと凱旋とね、ハーデスの島もちょっと見に行きたいと思います。まあね、凱旋も結構お客さん増えてきたんですけど、やっぱこのハーデスの台数10台しかないのにすごい稼働がいいんで、まあその辺はやっぱ常連さんがよく分かってるのかなっていう。まあ本当に今日はね、あの客付きがあったからこそハーデス座ったんで、ガラガラだったら多分打ってなかった。本当にね、隣のお兄さんたちに感謝ですよ。さあじゃあもう一個気になるのがね、一番お客さんがついてたガロかな。それにしてもすごいね、端を歩かないといけないっていう。パチンココーナーが半端で、なんだこれなんだこの台。まだね3時なんですよ。3時でこの回数はすごいな。15回19回っていう台もありますよ。すごいね、19回ですよ。すごいな。そしてこの稼働ですよね。もう間違いなく強いでしょ。すげえ。うわ、もう一個あったもう一丁いきますかなんだこれ。いや歩くの大変だなこれ。ああここでいいねえ、もう中入ると邪魔になっちゃうからね。すごいね、もうほんとガロが強いんだなっていうのがすごいよくわかる。半端ねえ。うわー、北東武装も通るの大変ですよこれねえ。半端ねえ。すごいな。ちょっとこの辺にいてください。僕が単独で行ってきますから。13、13、20っていうのいるね。すごいな。うわー、すげえ。この辺にいてくださいね。僕はわーって行きますから。20、18、19。11、15、18、16、21。半端ねえ。はい、ということで投資23本で、5000枚オーバーね、ぶっちぎりの勝利です。見たかいやもうねびっくり。いやー、もう今日弾けねえかなと思ったんですけどね、 PGG 弾けました。もう PGG の内容が最高、過去最高ですね。一番いい内容だった。超ワンちゃん派です。超ワンちゃんですからね。いや、あれで勝てなきゃね、どうやって勝つんですかって感じですよね、本当に。ということで私が見事ね、投資が1150枚の、5435枚獲得してぶっちぎりの勝利でございますね。よかったよかったね。4人負けるわけにいかないからね、勝てましたということで、なんと次回のシーズンも決定しているということで、僕がチャンピオンになったんで次回のトップバッターは俺です。はい、まあそちらのね詳しい詳細は特設ページをご覧になっていただいて、ね、僕の時に遊びに来てくれてもいいですし、その他にもね3人出ますんで、まあお近くのアローさんにねぜひね遊びに来ていただきたいと思います。以上、 A1 グランプリチャンピオン閉店君でした。えいえい。